全米から大谷をオールスターに出すなと非難殺到している理由がやばすぎます。7月11日にシアトルで開催される2023年の MLB のオールスター、今年は何人の日本人選手がオールスターに選出されるのか今から待ち遠しいですよね。大谷翔平選手は昨年のオールスターでア・リーグの指名打者として2年連続で選出。オールスターで日本人選手が複数回選出されるのはイチロー氏の10回、松井秀喜氏の2回に続いて史上3人目となる快挙です。大谷選手の活躍に日米が熱狂した昨年のオールスターですが、その一方でアメリカでは大谷をオールスターに出すなと非難の声が上がっていたのをご存知でしょうか。オールスター決選投票では1位のアルバレス選手と2位の大谷選手が指名打者部門で対決し、 52% の支持を集めた大谷選手がオールスターの先発野手に選出されました。しかしこの結果にアメリカの OB や有識者が猛批判をしたのです。なぜ大谷選手は批判を受けることになったのでしょうか。批判の影響で2023年のオールスター投票はどうなってしまうのか。今回は大谷選手のオールスター選出に対する批判と今年のオールスター投票への影響を海外の声を交えながらご紹介します。大谷選手はふさわしくない。昨年の MLB オールスターのファン投票最終結果は7月8日に発表され、大谷選手が DH 部門のトップとして2年連続で選出されました。一次投票では55万票差で大谷選手は2位でしたが、昨季から導入された新ルールによって1位のアルバレス選手との決選投票を制して大谷選手の選出が決まったのです。オールスター選出が決まった大谷選手はすごく嬉しいですし、もっともっと励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえると率直な思いを口にしていました。元全米野球協会の会員でのホセ・ゴルティス記者は、翔平は素晴らしい選手だが、アルバレスを差し置いてオールスターに選出されるのはふさわしくないと、あくまでも成績を重視して選出されるべきだとの認識を明らかにしました。実際のところアルバレス選手の成績は打率3割1分2厘、26本塁打、59打点、 OPS 10割7分6厘。大谷選手は打率2割5分7厘、19本塁打、53打点、OPS、8割3分3厘で、アルバレス選手の方が打撃主要3部門及び OPS で大谷選手を上回っていました。ちなみに OPS というのは、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているのか、得点のきっかけをどれくらい作れているのかを数字で表したものです。OPS が高ければ高いほど、チームの得点に貢献していることになります。そのため大谷選手の選出を懐疑的に見る有識者も少なくありませんでした。アストロズのポッドキャスト番組スペースシティスポーツトークでコメンテーターを務めるカーター・ディクスンは、翔平を悪く言うつもりはないし不快感なんて全くない、しかし DH においてアルバレスよりも選出するに値すると見るには何か処方箋がいると自身のツイッターに投稿。さらに同じくアストロズのポッドキャスト番組ノーダウターで MC を担当するバレット・ブーンは、翔平は野球界で今まで見たことのない本当に素晴らしい才能の持ち主だ、だけど今年のア・リーグの指名打者のスタメンはアルバレスであるべきだ、彼も信じられないようなシーズンを送っているからだ、翔平を投手で先発にしてアルバレスを DH に置けばいい、これで問題は解決し両選手に敬意を払うことができるとコメントしました。さらにアルバレス選手の母国であるキューバ野球専門メディアのロビエル・デガ記者は、信じられない、不公平な人気投票でアルバレスは翔平に負けてしまった、多くの人々が MLB オールスターゲームの先発を決める今のシステムに不満を抱いている、アルバレスに対する多くの意見はそれを表す反論の余地のない証拠だ、翔平のような素晴らしい選手であっても打撃成績でアルバレスよりも劣る選手が指名打者として選ばれるのは理解できないと感情的な記事を配信しました。このように昨年のオールスターでは大谷選手の選出に少なからず批判の声があったのは事実です。しかしオールスターはファンの声が最優先されるイベントです。指揮者からの批判を受けていた大谷選手ですが、オールスターの結果やファンの反応はどうだったのでしょうか。批判の結末は、
昨年の MLB のオールスターに2年連続で選出された大谷選手は、去年も楽しかったので今年も楽しみながら頑張りたいなと思います。すごい嬉しいですし、もっともっと励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえるかなと思います。初めてか初めてじゃないかはもちろん違いますけど、何回選ばれても嬉しいものというのは変わらないかなと思います、とコメントし、 DH 部門のトップに選出されたことに嬉しさを表しました。オールスター選出にあたって指揮者から少なからずの批判を受けた大谷選手でしたが、試合前から注目度はダントツ。恒例のレッドカーペットショーではフラッシュが止まず、試合前のフリー打撃では柵越えを連発して大歓声を浴びていました。試合にはア・リーグの1番 DH で出場し、宣言通りの初球打ちでサイ・ヤング賞3度を誇るカーショー投手から見事にオールスター初安打を記録。このオールスター初安打に海外ファンからは、盛り上がってるし翔平が楽しそう、オールスター初安打をかっさらうあたりやっぱり持ってる、ましてあの大エースから、嬉しそうな翔平を見ているとこっちも幸せになる、楽しそうに野球やっている翔平は最高、などの声が上がりました。このように昨年のオールスターへ出場した大谷選手は大人気であり、大谷選手の選出は大成功だったのではないでしょうか。仮にオールスターのファン投票が成績のみで決まるのであれば、打撃力が求められる指名打者で大谷選手がアルバレス選手の上位になることはなかったかもしれません。しかし皆さんもご存知の通り、オールスターのファン投票というのはファンが見たい選手に投票されるため、成績以外にも野球選手としての魅力も求められるのです。アメリカ紙 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、最も興味深い投票結果は翔平がア・リーグの先発 DH でアルバレスをしのいだこと。アルバレスは最高の DH だが、大谷の方がよりビッグスターとコメントし、打撃成績はアルバレス選手が上だが大谷選手がスター性で上回ると持論を展開していました。昨年のオールスター開催直前に米ニュースサイトアウトキックのポール・クハースキー記者が同メディアの記事の中で、翔平・大谷という選手、そしてロサンゼルス・エンジェルス・オブ・アナハイムの投手兼 DH の二刀流はどうしてもっと大きな話題になっていないのかと、大谷選手の知名度について疑問を投げかけ、さらに翔平以前で二刀流でプレーしたのは1919年のベーブ・ルースのみであり、100年以上もの間二刀流選手が活躍するという事実だけでなく、野球のピッチャーがわずかでも良い打撃を期待されることでさえ想像を絶することだった。私の53年間の生涯でおそらく最も過小評価されているアスリートだとコメントし、大谷選手を絶賛しました。さらに海外のファンは、2021年の MVP の選出の時もそうだったけど、大谷選手は単純な数字で比べて評価するには従来の枠組みでは評価するのが難しい選手だと思う。二刀流をやって出した数字と投手と打者の専業で出た数字を単純比較したら、大谷選手は投打両方とも中途半端な選手ってことになってしまう。たとえ打率が1割でホームランが0でも、見たい人に票を入れるのがファンというものです。ですのでファン投票では大谷選手が選ばれたのでしょう。やはりオールスターで生の大谷選手を見たいと思っている人が多いということなのです。オールスターはファンが選ぶわけで、ファンが選んだならそれが結果であり、成績で選べというのであればファンに投票させる必要はなく機械的に選べばいいですからね、とコメントし、大谷選手が選出されることに理解を示していました。このように大谷選手を批判する人もいましたが、絶賛する人もいたのが事実です。もちろん本人の成績を重視するのも大事ですが、成績も加味した上で見たい選手を選ぶのがオールスターの魅力だと言えるのではないでしょうか。今年のオールスターには出場できる、2023年シーズンも開幕から二刀流として活躍を続けている大谷選手、では大谷選手は今年のオールスターには出場できるでしょうか。まずは4月28日現在の大谷選手の成績と全体の順位を確認してみましょう。打撃成績は打率2割6分1厘で35位、本塁打6本で6位、打点14で16位、 OPS 8割1分9厘で29位となっています。投手成績は
勝利数4で4位、防御率 1.85 で4位、奪三振46で1位、被打率 0.102 で1位となっています。今年は圧巻の投手成績を残しており、このまま成績を維持すれば投手として選出されるかもしれませんね。しかも大谷選手は本拠地だけでなく遠征先でも大人気。4月16日にボストンで行われたレッドソックスとの試合では、球場から出てくる大谷選手を見ようと出待ちするファンが殺到。敵地にもかかわらずファンがあふれた新人に米メディアもこぞって注目。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストで実況を務めるウェインランダゾ氏は、彼はロックスターであり象徴であり最も需要の高い選手と自身のツイッターに投稿しました。敵地に行っても多くの人々から尊敬と注目を集める大谷選手。今年は成績でも圧巻の数字を残して、文句なしでオールスターに選出されてほしいですね。あなたはオールスターで打者大谷、投手大谷、どちらが見たいですか？ホームランが見たい方は打者大谷と、凄まじい魔球が見たい方は投手大谷と、どちらも見たい方は二刀流と、コメント欄にご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。